皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、投資本の執筆ですが、第一章を書き終えました。ここからですね、どうしようかなと思ってんですけど、ノリで書いちゃおうかなっていうのもちょっと考えてるんですけどね、結構ノリで書いちゃった方がね、いい文章を書けるんですよね。だからどうしようかなと思ってんですけど、まあ、とりあえずちょっと手元にあるメモを見ようかな。アイデアメモを。アイデアメモを見ながらちゃんと作戦出るかな。そうだね。そうだね。そうだね。まあけど順番に書いていくか。まず概略からか。概略からいくか。投資手法はもうガラガラでいいけど、監督。
よし、第1章これでようやくちゃんとした完成です。はい、ここまで行ってからじゃないと監督という言葉が使えないんでね。はい、監督って言葉が使えるようにしました、第1章で。はい、で第2章監督の概略をこれから書いていこうと思います。はい、今回はここまでとしたいと思います。またでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。